お笑いの道に行きたいとも思ってなかったし、行けると思ってないし、なのにまあ親が必死で探してきたのがまあ吉本の方やって、まあ吉本思ってへんかったけど、まあ一回やってみて、で嫌やったらもうすぐやめようと思ったんですよ。私はもう普通に女優さんになりたかったですし、その東京行ってその大きいとこに入って舞台女優になりたかったんですけど、もしもこの未来が見えない時だって行けなくなりました。電車とかも乗れない、本番直前だから、例えば7時から舞台やったらもうお昼12時ぐらいになったらもう行けないんですよ。なんか過呼吸になって、みんなにはその、まあ、体調不良っていう感じで言ってたんですけど、数えきれないほどの手からとか思ってたんですけど、あ、私悪くないというか正しかったやと思えたことがすごい嬉しくて、俺は絶対この空気を変えると、もうちょっと我慢してみたいな、絶対変えるからで、多分自分では分からないと思うけど、きっとご飯食べれるようになると思うねって言って、その 稼げるっていう意味で、もしもこの未来が見えない時だって新喜劇ってすごいいいところやなと思ってて、めっちゃ年上の人もいるし、めっちゃ若い子もいるから、その中に身を置けるのは幸せやなと思うので、自分も83とかぐらいまでやりたいです。